今週のポアロのコーナーです。はい、では早速お願いいたします。お願いします。ちょっと頑張りました私。まあそんなうちに入らんだ。あ、こっちから先に来たの？あれ続きだったのに本当。あれの最後にこれと最初の画像がピッと映るのよ。それでそうなのよ。うん。あ、うまく触らんかったな。まあいいや。これちょっと最後ちょっと見ててください。いやいや、これじゃないの。これはそのまんま。これちょっと最後ね。ありがとうございます。今日はね、みやさんいないけど、まあ有馬くんも誕生日なんでね、3歳。母ちゃんとこのベベちゃん。これ久しぶりに持ってきたの。なんすかあれ？あれ枕、お友達の。このもうちょっと後、ほらあれで終わってしまったのです。そうなのか。これはね、これです。私がちょっと頑張ってもないんだけど、ちょっと作ってみました。もう5年も経つの。うん。これ来た頃。2006年です。でもあんまり変わんないような気がするけど違うのかな、やっぱり5年前と。違うかな。この頃あんまりなんで撮ったのかも忘れちゃったけど。デジカメか携帯かわかんないけど、あんまり画像も綺麗じゃないんですよね。うん。でこれ1歳の頃。あんま変わんないですよ。ほら。パパ引き算しなくてもいいって。やっぱ毎日いるからあんまりかわかんないのかな。そんなに変わったって感じがしないんですけどね。うん。来たばっかの時は確かに小さかったね。うん。今もあんま大きくないんだけどね。いや、その小さいじゃなくてさ。子供だったねってこと。ああ、そういうことね。ほら。これ面白いでしょ、ちょっと。ほら。写真いっぱいあるからちょっと整理しなくちゃ。ということでこの最後にですね、先ほどの動画の最初の場面が来たわけでございますよ。はい。あ、なるほど。はい、ということでした。もうちょっと勉強しなくちゃなと思ってこういう作るのね。はい。なかなか良かったですよ。本当ですか？でもいつものあれも好きだよ僕。本当？うん、取り留めもない動画？うん、そうか、うん、ありがとうございます。そう言ってもらえると助かります。うん、はい。はい、ということで今日もなかなかいいお時間になってまいりましたね。あ、なんか一瞬沈黙したもんでまさかフリートークがどうかと。フリートークだと思った？ドキッとしたな。そうか、ドキッとしましたか？うん、何いつもの DV って。ちょっと待ってね。よいしょ。いきます。身内にやばいなって。甘々なもんね。そうか。はい、ではいつもの天候いきましょう。でね、ひょっとしてね、ちょっとなんか今日これあれなんか隠れちゃうんだよな。調子悪いね。うん、だからお呼びしてもしいらっしゃらない方、うん、自己申告いつものごとくお願いします。はい。はい、これ全部？今出したやつ？うん、一番最新なんだけど、はい、でも違うような気がするんだよな。よし、はい、じゃあ順番にお願いします。はい。あけさん、まさちゃんさん、リリローズさん、もえちゃんのパパ、ニコさん、ポアロさん、のゆきさん、ルスカハンヌさん、サマンサさん、うさまる地蔵さん、うずらさん、あとラビトモさん。そう、ラビトモさん、はじめましてって言ってね。ドナリドさんはいなかったか。ドナリドさん、最初見えたよ。シラさん、シラさんいた？シラさんって書いてあるよ。あ、本当だ、ありがとう。あ、そっか、シラさん今日これで入ったのね。ありがとうございます。あといいですか？いいですか？いいですか？よかったかしら。はい。あらびともさんね。はじめまして。はい。お願いします。またこれからあらびともさんまたぜひ送ってくださいね。可愛いウサちゃんね。はい。ということでカウントダウン最初の91回目も無事終わりました。はい。はい。ということで来週無事終わったね。来週92回目です。はい。どんどんね、行くからね。来週は93回目ですね。そう。そうです。はい。ということで、あれ、うさまる地蔵ちゃんってあ、いやね、よかった。はい、いいです。はい。ではまた来週ね、この時間にこの場所でお目目にかかりたいと思います。うさめっちもいます。では皆さんまた来週までさようなら、おやすみなさい。